1年半軽自動車で使ったアリシンの 10W30 です。壁面に油の張り付く様子をご覧ください。以上。はい、こちらは今入れたオイルをすぐ抜きました。使用オイルは市販オイルの 10W30 部分合成油。壁面に残っていく油の量というか厚み、汚れていないせいではないですね。シャビシャビな感じしますけども、壁面に残っていかない、スッと落ちていっちゃうのが見えるかな、わかりますね。オイルの油膜の強度という話でした。